海道市街地に馬がいる。ふーちゃん、あー、かわいい。うわ、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。おはようございます。おはようございます。本日は、はい、北海道初めてのキャンプの巻でございます。素晴らしい。楽しみだったね、ずっとね。本当によ。本日は、支笏湖にあります、うん、モラップキャンプ場に行きたいと思います。はい。もう動画でしか見たことがない景色がようやく見れる感じで、そうだね、はい、うん、すごい楽しみです。もうすでに買い出しは終わりまして、うん、あの千歳市のイオンで買い出しをしてきました。はい、いろいろ買ったね。ね、うん、今回は海鮮祭りでございます。はい、楽しみです。はいでもうあと10分ぐらいのところにいるので、うん、移動してチェックインしたいと思います、うん、はい、はい、では本日もよろしくお願いいたします。お願いします。行きましょう。はい、はい、浮かれキャンパーの様子が見れるぞそれは見たいのかえぐちょっと曇りやばいぞ感動してるんだが。いいね、後ろが車来たわ。あ、気をつけてください。うん、楽しそう。いいな、カヌー。はい、お待たせいたしました、はい、こちらご確認いただきまして、はい、ご署名をお願いいたします。はい、えぐい、北海道えぐいですよ。ここめっちゃ良くない？よし、やってくぞ。やってくぞ。運ぶで。三、ん？二輪車？リアカー。小学生ぶりだわ、見たの。見てください、うちの可愛い、可愛い、可愛いね。設営が終わりました。終わりました。やばいね、すごい景色が見えとる今、うん、目の前にちょっと景色は後で紹介するとしてお腹が空いたので食べましょう、飲みましょう。はい、はい、今日のお酒です。当たり前のように間違いないですね。札幌クラシック、いただきます。いただきます。あー、やばやば。レース飲む。お疲れ様です。うまい。うますぎる。
美味しい。はい。昨日から何十本と飲んでるけど変わらない美味しさ。本当に何十本かもしれない。今日はちょっと地元スーパーよく分かんなかったので、イオンに安定のイオン。はい。行って買い物してきました。はい。おつまみ鶏しそ餃子。美味しそう。ね。そう。カラフト。カラフト小餅ししゃも。間違いない。カラフトししゃも美味しいのよ。そうなんだ。そう。で、名前がね、思わず食べらさるおにぎり。名前よ。食べたくなるってこと？そう。ついつい食べ進んでしまうってこと。あー、へえ。私の意思とは関係なく食べてしまう。食べてしまう。面白すぎだろ。本当に独特の方言だよ。で、私は、はい、手巻き寿司を軽くいただきます。いいですね。いただきます。いただきなさい。うん、どうだ。おいしい。いいね。最高だ。うん、うまっ。これはね、食べらさる。ほんと？うん。なんか何入ってる？和風だしとごま油。めっちゃ美味しい。絶対に美味しいよ、うん、それ。うまっ。うん。おー、綺麗になってきた。これが支笏湖ブルーですか？いいね、綺麗だね。とんでもねえんだけど。なんか、食べてるもの美味しいし、飲んでるもの美味しいし、景色が最高すぎて、なんか今起こされて、これ何なんか夢見てたのって言われても、あれ夢だったんだってなるレベルでめちゃめちゃいい体験してますマジで最高、うん、今日場所選びをちゃんとしたいなと思って、うん、アーリーチェックインで申し込んだんですよ。やる気十分です、はい、11時にチェックインしたんですけども、はい、2人で、うん、アーリーチェックイン代込みで、うん、3000円。おかしい。関東とは全然違う。どうなっとる。すごい3000円で見れる景色、よくわからないですいやこれね、関東勢の人たちね、絶対フェリーで、ね、キャンプしに来た方がいい。住みたくなる。本当にえぐいね。えぐい、本当にえぐい。ずっとえぐいって言ってるけど、本当にえぐいんですよでモラップキャンプ場、砂地なんですけども、うん、全然炭造ペが入ります、うん、全然設営しやすいです。なんか抜けちゃうみたいなこともないしね。そうだね、まあ、ちょっと風が強い、今みたいに風があるときは気使ってちょいちょい見てあげるといいかもしれません、うん、気持ちいいね。風抜けて、風抜けていいわ。風抜けたらちょっと肌寒いぐらいな、うん、長袖でちょうどいいなぐらいになる。ここ札幌から1時間ですよ。すごいよね。どうなっとる？マジで住みたい、うん、いやいいね。やばい。テンション上がってね。まあでもただ今日ちょっと一応祝日からの平日なんで、うん、もしかしたら土日は結構混んでるのかなって。そう、週末は結構混むらしい。あ、そうなんだ、うん、だから関東からいいやって行く人たちは平日狙いがそうだね、うん、おすすめです。せっかくだからね。ね、うん、空いてるタイミングで来た方が満喫できるかなと思います、うん、はい。ミスも食べなさい。ミスレビューしてね。私は梅厳しいぞありがとうございます。おい、どうぞ。カラフトのカラフト半島があって。カラフトって上だっけ。上、そう、上北って言った方がいい。カラフトの下もってね、でかいのよ。
でかいね。いただきます。うん、うん、うん、味が濃い。マジで、うん、中濃ソースとかもいらないんだ、そのままで。もう魚の味がすごい。やばいね。うん、うん、まどれどれ。うん、美味しそう。美味しい、美味しい。おお、なんかつまみにちょうどいい。いや、ビールガブガブ進むやつ。何も食べるよ、これ。うん、うん、うん、ね、濃いよね。めっちゃうまいんだもん。めっちゃうまい。え、上手？やばいよね。これ158円。知れてどうなっとる。コンビニのおにぎり。確かに。今何時？12時半ぐらい。本当だね。全然ゆっくりできるね、うん、ここから多分 4、5時間ぐらいのんびりしたいと思います。はい、まったりします。はい。なんかさ、ポットとかさ、その辺に出しちゃってさ、ゴロゴロしたい。いいね、最高です。では、はい、ゆっくりします。ゆっくりします。はい、よかったです。ありがとうございました。